よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、アディショナルタイムでーす。うん、なぎくんの声だ。学園生活、あ、普段の？うん、レオも一緒にいて寝てるね。いやずっと寝てんのか。うん、あ、起こそうって。そんな感じになるんだね。もうやられても起きないのかと思ったけど。いや、てか、すごくね？うん、なぎくんの。いや、天才じゃん、こいつ。サッカーだけじゃなく、何でもできるんだね。はい、というわけで、なぎくんの学園生活の様子。まあ、なんとなく予想通りの結果だったんだけど、まさかのテストの方はね、予想外の結果で。あれはいつ勉強してるの？もう寝てて耳から入ってくんのかな？睡眠学習的な感じで。家帰って勉強してるとは思えないしね。めちゃくちゃ多彩だな、そう考えると、なぎくんは。けどこれ見てるとやっぱあれだね、早くまたレオと仲良くしてるところが見たいね。それもまたいつになるのか本編の方で楽しみにしたいと思います。というわけでね、以上動画2つがお送りしました。はい、また次週お会いしましょう。バイバイ。